はい、は皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、週明けもお得情報が止まらないということで、今週もやってきましたキャンペーンまとめ動画ですね。今回は10月の14日から10月の20日までの来週1週間で開催されるキャンペーンを主にピックアップしてお伝えしていこうと思います。 それでは早速、まずペイペイからですね、現在ペイペイは街角 p ドペイペイ第1弾ということで、左側の黄色いポスターの方なんですけども、こちら僕の動画でも何度かお伝えしているキャッシュレス消費者還元の5%のお店であれば、最大10%還元されるキャンペーンというのが開催中です。期間は11月の30日まで。で、最大10%還元で、対象のお店はこの出てる画像が目印となっています。そして右側のディディのタクシーが半額などのキャンペーンも開催中です。これは今月いっぱいの10月の31日までですね。 ペイペイで他にもこちらですね、左のユニクロとペイペイのコラボキャンペーンでして、10月の22日までの間、ペイペイでヒートテックを1枚買うと、もう1枚が無料になるキャンペーンが開催されています。ちなみに、お一人様1回限りとなってますので注意が必要です。で、右の画像なんですけども、ペイペイと l i n e ペ e の後ンのコラボキャンペーンが開催されています。まあ対象のコカ・コーラの自動販売機で、毎週最大200円戻ってくるキャンペーンということですね。こちら11月の3日まで開催がされています。 次は楽天ペイですね。楽天ペイでは全店舗対象期間中ずっと5%還元のキャンペーンというのが開催中です。期間は12月の2日まででして、こちら専用ページでエントリーが必ず必要となっています。で、キャッシュレスショした還元やそうでないお店で決済しても最大5%まで受けることができます。で、楽天カードをお持ちの方であれば最大6%還元を受けることができたり、楽天ユーザーからしたら結構お得なキャンペーンかなというふうには思います。楽天ペイはもう一つこちらですね。楽天ペイとセブンイレブンのキャンペーンが開催されています。 セブンイレブンで税込み711円以上の楽天ペイで決済すると、抽選で1万ポイントが当たるキャンペーン、そしてお支払いした方全員に150ポイントがもらえるキャンペーンというのが開催されています。ま、同じくエントリーが必須となってまして、こちらは11月の1日までのキャンペーンとなってますので、ま、レブンで楽天ペイを使われる方はこのキャンペーンを利用するのもいいと思います。ちなみに、もしセブンイレブンで買うものに困ったなーっていう、何を買えばいいか迷ってるなーっていうのがあれば、もうこちらのバナナチップスチョコが個人的にとても とてててもおすすすすめででで税込み1 149個14円ですのでぜひ食べてみてください次に LINEPay なんですけども、まあ、先ほどの PayPay ペペの広告音ペイのキャンペーンもあったんですが、こちらの LINEPay 生活応援祭というキャンペーンが始まります。来週の10月の18日から月末の10月の31日までとなっていまして、対象のスーパーやドラッグストアで開催がされます。まあ、ご自身のマイカラーにもよるんですけども、最大12%還元されますので、まあ、他のキャンペーンが落ち着いてきたら、この LINEPay のキャンペーンを利用し すするのもいいいと思います次は D 払いですね。こちらラスト1日となりました。D ポイント20%還元のキャンペーンというのが開催中です。こちらエントリーが必須で、期間は明日の10月14日まで。そして上限は1回あたり1000ポイント。期間中は3000ポイント。D 払いが可能なお街の店とかネットでも決済は可能となっています。次に AUPay ですね。こちらもラスト1日となりました。AUPay とセブンイレブンのコラボキャンペーンというのが開催中です。期間中セブンイレブンで AUPay 決済をしたら最大でも20%還元を受ける ことができます。こちらも同じくエントリーが必須となってまして、期間は明日の10月14日までそして、こちらもあと少しで終了するのでまあ、利用される方は要チェックですね次にオリガインペイなんですけどもその場で3%オフのキャンペーンが開催中です。期間は2020年の1月31日までまあ、来年までですね。キャッシュレス消費者還元のお店であれば最大で8%即時ポイント還元を受けることができますちなみにクレジットカードやデビットカードの場合は1%オフに変更となってますのでこちらをお気を付けください。そして残りの クイックペイアカード関連のキャンペーンですね。jcb で20%還元。こちらは Apple Pay は google pay での決済が必須です。アメックスではホームセンターや家電で20%還元みずほでは、みずほレットの20%還元。こちらはスマートデビットでの決済が必須です。そして、三井住友で20%還元ということですね。全然キャンペーンとは関係ないんですけども。先ほどのアメックスの家電20%還元のキャンペーンを使いまして、僕自身はこちらの djiosmo Pocket のカメラを購入しました。まあ、とあることで使う予定ですので、こちらに関して。は ご期待ということですね。 最後にキャンペーンのまとめです。まず、ペイ関連なんですけども、ペイペイは最大10%還元が11月の30日まで、で、ユニクロのヒートテックのキャンペーンが10月の22日まで、ディーのタクシーが10月の31日まで、そして、高校ンペイ、ラインペイと含めたこのキャンペーンは11月の7日まで、で、楽天ペイは最大5%還元は12月の2日まで、で、セブンイレブンと楽天ペイのキャンペーンは11月の1日まで、そして、今度始まるラインペイの最大12%還元は10月の18日から、そして、ディー払いと AU ペイのキャンペーンは10月18日まで、 10月の14日まで明日までとなってますそしてオリガインペアは最大8%還元は来年の1月の31日までということですねそしてカード関連なんですけども JCB は12月の15日までアメックスは10月の31日までみずほは12月の15日までミツイスメトモは12月の27日までとなっていますまあそんなこんなで今回は来週約1週間10月の14日から10月の20日までの間に開催されるキャンペーンをざっくりですがまとめさせていただきました、まあ、来週としましたは DE 払いと AU ペイのキャンペーンがラストで また、LINEPE が週末から始まるという感じで、結構いいタイミングですね。しかも LINEPE のキャンペーンに関しては場所にもよるんですけども、対象のドラッグストアやスーパーということでしたので、まあ、これに関してはうまく使いたいというところではあります。そして来週もまたですね、どこかのタイミングで YouTube のライブ配信を予定してますので、お時間ある方はぜひですね、来てください。で、また明日体育の日でお休みの方多いと思うんですけども、また月曜日からも頑張っていきましょうということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。